皆様こんばんは。キスの長崎です。今日は後ろ姿っていうことでございまして、くーちゃん、私が小学校の頃に親父が買ってもらったやつなのかな。私も使った記憶があります。43年、昭和のこのの釣具屋さんでよく見かけてました。一般的な浮きです。ちょっとぼやけてる。こんな感じでした。昔の革、売られている浮き、赤と白、紅白のやつです。まあ、全国的かは分からんですけどね。まあ、こんな感じでちょっとピントが合わん。浮き、ガンダマ、サルカンで止めまして、ハリスで釣りはこんな感じでしたね。で、ハヤとかいろいろ釣ってましたね。くーちゃん、前使ってた釣り竿がどこか行ってしまったもんだから、新たに。で、レオくんスペシャルでございます。 ああ、ちょっといただきたいと思います。ちょっとね、30分ぐらい冷凍庫に入ってたんですよね。心配です。これトビウオのお刺身です。トビウオは今からが夏に向けて旬を迎えます。よいしょ。はい、くーちゃん、後ろ姿でわかるかっていうと、星をつけた女の子、ひまわりです。で、ピチで光るやね。そらちゃん、絆で、キララちゃん、名前がパッと出てこん時はありますけれど、のぞみちゃんで、レモンの藻を取ってレン君。よいしょ。ゆっくりいただきたいと思います。ちゃんぽんの具材で98円か100円か、新発売で売ってました。野菜セットがこれ横ばいで、お肉とまずはですね、トビウオでございます。ちょっと撮影は早めに。ピントがね、あんですよ。こうペタペタってタッチすればよかったですけどね。左手でもと思うんですけど、ひろしです。今日も金麦ガッツリマイザラガというわけでございまして、こちらは普通の金麦、元祖金麦。ゆっくりいただきたいと思います。ああ、うまい。よいしょ、釣り竿。危なかけね。どこも行っとこうか。かいくん、かいちゃんもいます。今日のスポットライトは、プロゴルファー、猿です。手のちょっと見えたね。もう一回、もう一回。はい、テイク2。今日のスポットライトは、プロゴルファー、猿です。三師匠みたいにうまいこといかんな。